生配信のニューウィッシュ。こんばんは。バイヤーの皆さん、週末思わずアウトドアショップに行きたくなるような新作再入荷アウトドアギアを60秒でプレゼンしてください。今週も頑張ってくださいね。おいし、頑張ります、頑張ります。さあ今週も始まりました、ね、はい。今週はね、もう、はい、世間はお盆ですけど。お盆っすね、うん、そうっすね。お店の方もね、お盆ムードがね、ちょっと ね、スタッフもなんかね、ちょっと今みんな帰っちゃいましたけどウキウキとし、ウキウキとして帰りました ね、 なんだろうね、うん、はい、なんかね、寂しかったな、うん、やっぱり久々にね、見えられたお客さんとか、やっぱね、遠方からね、来てらっしゃるお客さん多いなっていう印象もありますね。そうですね、確かにね、うん、はい、ちょっと天気がね、いまいちなんで、そこがね、今週ね、そうですね、うん、明日がギリかなですね、ギリ、うん、ですね、曇りのちみたいな、うん、週明けにかけてがね、ちょっとあれですけども、ね、日曜日はちょっとね、はい、雨降るので、気をつけて遊ばないといけないですね。うん、うん、うん、そうね、気をつけてくださいよ。そうですね、本当ね、流されてとかね、本当、うん、雨すごいですからね、今ね、うん、天気予報よく見ていきます、はい、一番ね、雨やばいとこですからね、朝ね、うん、そうそうそう、まあ、お盆だけど、皆さんどうお過ごしでしょうか。そうですね、あ、今ね、はい、見てくださってる方、ね、いらっしゃって、うん、そうですね、あれですか、ちょっとその松さんの後ろに見えてるやつの話しますか、はい、お、そうっすね、はい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 、ちょっと剥がしてもらっていいですか、あ、剥がしますかアナログですね、じゃあ。アナログで。アナログ版で、じゃあ。はい、ちょっと用意してなかったんで。じゃあ、転換目でいきますか。ああ、そうですね。はい。明るいっすね。明るいっすね。ああ、いいっすね。どうもな。先週ですかね、うん。松さんと七九さんの方で詳細をお話ししていただいた、はい、新潟燕三条アウトドアエキスポ2022ですけども、こちら最新版ポスターが完成しました。完成しました。こんな感じです。これはもうね、これがいいかな、あ、ちゃったちょっとダメ、え、まあ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 、そうそうそう、まあまあまあ、いい、この感じがいいんだよ、やば、そうっすか、おう、おう、おう、あ、これじゃないですか、いや、これ盛りだくさんですよ、かなりねえ、ね、全てのアウトドアファンのための新潟燕三条アウトドアエキスポ2022、屋内屋外280のブースがひしめく夢の祭典と、うん、夢の祭典ですですね。で、こっちはまあ、参加してくださる出店のブランドロゴとかね、並んでこれ全部じゃないですからね、これ今の時点で、まあ、ですよ ね、そうなんですよね、はい、あ、ちょっとこのイラスト入ってるのね、はい、私初めて見ましたよ、あ、本当ですか、今見たんですか、今見た、まあ、今日から、はい、今日からこれ今からね、貼り出してます、本当に初めて見た、はい、朝もできてましたよ、なんかある気配はあったんですけど、何ですか気配、なんとなくなんか違うのがあるなって感じなんですけど、はい、あ、なんか新しくなってる、ここね、クライミングとか登山とかキャンプ、ピクトグラム、アウトドアファンのためのすよ、はい、全てのアウトドアファンのためのですから、ね、フライフィッシング入ってないけどね、いや、なかったね、これ、いや、これなかったんですよ、うん、あのイラストは、うん、逆にだからこの辺があるのがすごくないですか、ロープクライミング、確かにねじゃあもう、うん、ね、これ全部じゃないですよね、そうっすよ、まだ現状ですからね、そうっすね、うん、全然足りてないですね、これね、足りてないんですよ、うん、多分、ね、うん、逆に全部載せたらもう細かすぎて分かんなくなるぐらいじゃないですか、そうですね、うん、まあ、このようにいろんなブランドさん、企業さんがね参加してくれる、うん、まあ、こう見ていただくといろんなアウトドアブランド以外にも松田さんとかね、新潟松田さんが、うん、はい、あとは何でしょう、奥只見丸山スキー場とかね、はい、来てくれますね、いいす、奥只見でスキー場さんによってはあの早割チケットがあるっていう話、販売もねあるってことなんで、うん、まあ、そういうスノースポーツファンの方も含めて、うん、あ、すいません先生、はい、ちょっと気になるのこのこうなんか名前のやつなんですか , 笑ってる、いやだし、これどうなんですか、うん、はい、それ寄ってみますか、ちょっと寄ってみますか、はい、カメラどんどんね、さあ何でしょうか、これねブランド名がねゴーヘンプとか分かりますけど、うん、はい、ね、何でしょう、写真がありますね、これなんかね、もちろんご存知ノースペースありますけど、はい、これはいや、そうだけ、いや、写真これはですね、これロープウェイ、ロープウェイですよ、これでチャットで返してくれる人、あ、誰か分かる人いたら面白いですね、これね、 あれだろっていう、これだけちょっと待ってみましょう、はい、これですね、これ僕ら的にはでも分かりましたけどね、あの、うん、最初これ僕は見てたんで、うん、はい、難易度はそんなに高くなかったです、うん、もう一個はこれで分かる人いたらすごいですね、うん、はい、コメントもいただいてます、はい、
イプップさんからこんばんは。こんばんは。はい、イベントの前後の日に有給入れたので行けそうな予定ですと。有給めちゃくちゃ前後に入ってもちろんあれですね、前後土日ももちろんだし金月も行ったっていうことっていうことなんじゃないですか。出店者さんじゃないですかね4日間取るってもう相当なね気合いの入り方ですよ。あとね、画像がこれですね。これ何ですか問題のやつ。これ何ですか。これね、これちょっと本当に分かんなかった俺。はい、なんでしょう。俺っても聞きましたよ後から。え、分かります。答えわかります。担当じゃないですか俺が。うん、やっぱりやっぱり。え、答え言っちゃっていいですか。いや、じゃあこっちは答えを言っちゃいましょう。いいですよ。イスビョン。あー、なるほど。じゃああれだ、イスビョン。これじゃあれちゃったっけ。イスビョン、あの、あれだ。何あれ、UT さんか。あ、そうですか、ごめんなさい、イスビョンさん。うん、そうだ、UT さんですね。これちょっと難しいっすよね難しいっすね。ちなみに、はい、こちらはですね、はい、今石内丸山さんありますけれども、湯沢高原さんの、あ、そうそうか、言ってなかったですね、はい、ローペです。ローペです。はい、あ、すごい。分かってらっしゃる方いらっしゃいました、コメントで。湯沢高原のローペと。素晴らしい。さすが。いや素晴らしいですね。うん、分かるもんですね。はい、でもハテナってなってますけど、正解です。正解です。ありがとうございます。すごい。いや、お付き合いいただいてよかったね。いやそうですね。嬉しい。うん、すごい。UT さんはないわな。そうですね。エイジさんからもこんばんはとコメントをいただきました。いやね、いや湯沢高原さん、ね、うん、確かロゴねあったと思うんですけど立派なやつがあった気がしますけどね、はい、なんかこちらがね、はい、今手元にあるということで、はい、入ってます、はい、うん、あ、で、あとですね、先週もちょっとお話ししたかもしれませんが、ちょっと引きますよ。ちっちゃい、ちっちゃいですね。あ、入場料これ500円税込みで小学生以下無料となっているのと、うんうん、はい、あとですね、これ今書いてないけど前売り券が、はい、うん、実は8月20日から、はい、ウエスト各店でご購入いただけると。から、はい、はい、そうですね、いうことになっております。ぜひぜひ前売りでね、うん、これはもう店頭だけですもんね。店頭だけで、ね、うん、あと禁止は現金のみ。そうですね、そうだ、うん、そうだ。今回なってるんですけども、うん、まあ、当日ね受付結構混雑が予想されてますので、す、ね、前売りでチケットをお持ちの方は、うん、もう前売りでお持ちの方の列に、あのというか入り口に行っ て, いって、スムーズにね、うん、入場できるいただいて、でそこで、はい、バンドと交換していただけるので、はい、まあ、やっぱり便利な前売りチケットをぜひともお勧めしております。うん、はい。ぜひ、イプップさんからですね、はい、車だと高速使っても7時間って出てるんですけどと、どちらからいらっしゃるんですかね。京都ぐらいですか。からですか。京都ぐらい。高速使って7時間ですよ。相当速圏じゃない。じゃないね。じゃないじゃない。7時間かかんないね。関西、近畿とかもうそっちレベルでしょ。ね、西かさらに東北か。東北。うん、東北もでも青森でも7時間。東北も青森ぐらいでも。青森ぐらいならそんぐらいなのかな。うん、相当。遠くからいらしていただける、すごいですね、うん、飛行機もありな距離感。飛行機もありだね。車の街です。ああ、なるほど。ということは、あの辺からとそんくらいかかるんだね。結構かかりますね。そっか、まあこう、うんうん、まあまあまあ、ね、うんうん、そうだね、うん、遠いから来るんだろう、うん、今日でもね、店の前で、はい、あの、まあ、県外ナンバーのね車いくつかあったんですけど、はい、旭川ありましたね。ありましたね。見た見た見ました、うん、旭川旭川あります。フェリーですかね。フェリーでしょう、ね、そうだね、うん、いやまあね、この時期ならではですけども、いやぜひ気をつけてね、はい、ね、7時間はちょっとね、うん、休みじゃないとあれ、ね、確かに思います。だから4日間っていうことでしょう ね、うん、いや、それは確かに前後ねないとちょっと厳しいですね。終わって次の日仕事無理だね。仕事は無理ですね。ちょっとイベントで声かけてほしいですね、我々見かけてね。ああ、そうです。もしね、お越しの際はね、はい、うんうん、どっから来たか当てますよ、じゃああれですよね、まあ、その会場でもね、なんか YouTube 関係のなんかやるかもしれないですもんね。ああ、そうですね、かもしれない。今、まあ、会場で、生 YouTube 配信をね、うん、予定をですよ、ね、しておりますんで、はい、まあ、もし遠方とかね、まあ、来られないっていう方もこちらの YouTube チャンネル見ていただければ、うん、まあ、会場の様子どんな感じなのかなって。確かに、はい、そうですね、それも生でやると思いますんで、はい、その辺もねぜひお楽しみにしていただければと思います、はい、します。
さあじゃあそろそろ行きますかね。ですか、はい、行きますか、はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。ちょっとこれ戻そうかな、はい、また貼るのか、まあ貼りましょう一応ね、うん、トップバッター俺ですかね。はい、いいですね。あ、それか、はい、いやそれ気になって、あ、なんか落ちる。あ、もう一個。あ、まあまあ、はい、これいいんだ、うん、もういつでもいいですよ。いいっすか。もう時間あれでしょ。4画面でいきますか。4画面ね、はい、これね、これですね。はい、いきます。はい、エンジン。Let's go。 はい、私が今回紹介するのはミステリーランチの新作が届きました。お、うん、2022年秋冬の新作でディストリクト88っていうやつなんですけど、あのディストリクトっていうあのシリーズが新しく出ます。このエブリデイキャリー、まあ、日常使いのシリーズですけども、はいはい、これの他にね、こっちのちっちゃい方、これディストリクト4、ちっちゃいやつですね。で、さらに2もあったり、あ、さらにちっちゃいな。そうなんですよ。で、これ8ですけど、その上はあのデイパックになってるんです。デイパックが、2種類あって、17と24かな、うん。それもね、ちょっと今店にあるのこの2つだけだったんですけど、まあ、この8の方なんかはショルダーが結構しっかり、これね、簡単に、うん、調整がね、これ両方あるんで、ワンタッチで、中身もね、すごく考えられた仕切りが作られてます。タイムアップです。中身触れる前に、中身触れは終わっちゃいました。いや、いいっすよ、これは、うん、はい、だいぶ深く開くんですね、これ深く、うん、あのジッパー、ね、うん、前確かにね、そうっすね。まあ、それちょっといいねの後に深くいいねの後に、いいねもらった後に深く、もらった後に結果発表です。皆さん、札を上げてください。はい、あ、出た。まあ予想済みだから、もうそれはそう、ね、もう織り込み済みですよ、ね、だってサイズの説明してるだけで何がいいのか何も1ミリも、まあまあ、いや、もう落ちないじゃないですか。ミステリーなんていうの、新作1本も無理っすよ、まあ、ね、ここがすごいよ言ってくれて、ただ大きさが何種類ありますので、ね、買いますってならない。いや、もう買わせない、そういう人にはもう買わせない。いや、気になってたんですよ、ね、これね、うん、じゃあちょっといいですか、補足。補足っていうかメインでしょ、これが。こっからが補足で、ね、やっと始まるんでしょ。これあの、まあ、メインのジッパー、まあ、U の字になってるんですけど、開くと、街みたいな、そうなんですよ、これ街がね、財布の小銭入れみたいなあるので、こうバカーンといかないんですよ、あの前の方に。なのでこうね、これ最大に開いた、ジッパー最大に開いたんですけど、うん、このぐらいしか開かないんですけど、上から見ると全部見えるんですね、パックの中が、うん、なるほど。なので視認性がいいと。そう、視認性がいいです。で、こっちはね、この8はタブレットも入っちゃいますし、あれ、あ、そっか、俺これ入れようと思って、ちょっと入れましょうか。はい、タブレットも入るし、はい、iPad Air 入りますか。 iPad Air 入ります。わー、すごい。で、パッドもありますしね、うん、で、一番ボディ側の方もこれスリーブもありますんで、ちょっとしたもんこっちに入れたら可能ですね。あ、マジックテープじゃないんですね。マジックテープないです。ここちょっとついてるぞな、今。でもまあ、うん、ティッシュとかそうなんだよね、うん、でもなんか広い、こんな間口広い内ポケットね、そうね、今までの中で。そうでしょ、ちっちゃいやつ、あの、その一発でジュってなるやつはついてない。これついてんの。こっちはないです。この8が、8からが、そうなんですよ、これね、素早く変わるやつ、はい。こっちはまあ割と一般的なやつです、うんうん、なんていうんですかね、クイックリリースっていうんですかね、うんうんうん、これ楽ですよね、うん、これ両方あります。まあ、これ右肩左肩かける人いらっしゃると思うんで、どっちでもいける、どっちでもあります、うん、両方あるんで。あ、それいいっすね、片側とか結構あります、うん、そう。あとね、これフラップがあって、うん、まあ、簡単に広いですね、前の、まあ、全部ジッパーってやっぱ面倒くさいじゃないですか、うんうん、まあね、フロントぐらい、そう、全然いいですよね。で、ここに一番フロントはこうキーフックがついてます。鍵箱もついてます。そうですね、これ確かに、ね、全部ついてたはずですね、うん、ね、
開けでボディはねこれあのコーデュラナイロンのタブがありますね、はい、リサイクル素材リサイクルナイロンですねになってます。でねこれね撥水ジッパーなんですよ YKK の。なるほど、うん、なんかこう水通しにくいです、まあ、完全防水じゃないんですけど、ね、ボディが見えないけど強い。そうなんですよ。でさっきね俺実はこれ水ちょっと垂らしたんですよ。えっほらでも、はい、何も残らなかったです。もう全部玉でバラバラっとうわすごいいきましたんで、撥水性もいいですね。いいっすね。鉢だけこのパッドショルダーパッドついていいパッドですね、うんうん。これ値段がこっちちっちゃい方、はい、これ4個ですか。これがね、はい、8250円。8250円。いいっすね。こっちは9900円です。全然そっちの方が買い得っすね、これ見て。そうっすか、まあまあ、値段がね。普段ね、持っていく荷物 の、 あの大きさというか。ついてるしね、そっち。そうっすね。なんかそっちがいいな。でも大きさ的にはこっちがいい、うん。ちょうどいいですよね。さらにちっちゃいのあるんですね、なんか。2がある、2がある。この半分があるんですよ。半分。あ、2みたいな。何でしたっけ、今まで言うと。ビッグホップ。あ、そうそうそう。あれがそう。ビッグホップ。あれにち、あ、でも違うか、あれ結構ボリュームありますもんね、うんうん。でもこのディストリクトっていう種類が、あのさっきね、メーカーのホームページ、メーカーのホームページ見たらブラックね、完売どれもしてたんで、今売れてるのかもしれない。あ、もう ない感じ。ないかもしれない。4は全然ビッグポップよりも入りますもんね、もう。でかそう。うん、こっちね、相当入るんですけど、はい、2はどうなんだろう。2ね、でもこのマチになってるはずよ、うん、このタイプのはず、うん、これ2が同じぐらいのビッグポップと同じぐらいだったら買ってもいいかな、はい、乗り換えで乗り換えでね、うん、はい、いやこれ、うん、乗り換え、これ自分で使ってもらう、乗り換えあると思うよ。さっきメーカーホームページ見たら、バックパックもね、バックパックも良さそう結構、うん、あ、そっか、デイパックみたいな感じで結構、ね、いろんな中身は全部こうオレンジで視認性がいいんで中に入れたもんね。探し視認性いいためにオレンジになってる。そうなんです。カラーリングあれじゃないか。まあ、よく考えて、ミステリアンチっぽい色でももちろんあるんですけどね、うん、うん、そうで、どうですか、いいね。あ、中身見たんで、ミステリアンチは当然いいです。 あのね、あとね、一つね、賢くなったのは、はい、俺初めて知ったんですけど、これね、フックが両方あるんですよ、うん、これ何かなって気になってたんですけど。そうで、これはサングラスをとりあえずかけたりとか、あとこれジッパー多分長いんですよこれ、うん、でこれセキュリティ簡易的ですよ、うん、簡易的にこれ下通して、あ、なるほどね、簡単にね開けられないように、へえ、こういう風にして、そういうような、うん、なんですって。なるほど、まあ、こうね、後ろ側にこうあった時も、なるほど、はい、後ろからね、そろっと開けられないように、そう、うん、簡易的でありますけど、まあ確かにそうですね、うん、いい感じになってる、はい。まあ、細かいところは多分金泉くんがね、商品、いや、そうですね、レビューやると思うんで、ね、うん、あんまりもう言わないどこかなでもね、これこういう根元とかね、やっぱ好きですよ、このフレキシブル、この、ね、うん、動き、ね、ね、ここ縫い付けだとさ、うん、やっぱりほら決まっちゃうというか、うん、確かにね、うん、なんですけど、これはね、細かいけどいいところですよ、ね、いや、いいさすがっすね、はい、うん、整理しやすそうなのがいいですね。ね、そうですよね、うん、すごい。まあこれじゃあ2いいねっていうことでいいですか。はい、いいです。ミステリーランチのディストリクト8、はい、ご紹介しました。あ、ちなみに人気だった長い人気だったね、これポリッチャーヒップミニ、はい、これも入荷してます、はい、同時にそれ違う、これニューではないんですけど、シリーズ違うんですね、それ。これ春からかな出てたんですけど、はい、すっげー人気で、もうめっちゃ可愛い、全然追加入荷なかったんですけど、そうなんですか、これも入ってきましたんで、うん、はい、これも可愛いんですけどね、うん、そうです、これもがコンパクトだね、フレキシブル、ああ、なるほど、あ、ちゃんと赤的なマンティス的な、うんうん、1分の時にそのぐらい頑張ってほしいです言えないじゃん、言えるわけないでしょ多数入ってきてます、はい、ぜひチェックしてください。ポスターも今曲がりましたんで、ああ、そうか、コメントをいただいてます。声福さん、イベントに新潟初のキャンプ系 YouTuber 呼んでほしいなと
ありますけども、新潟初のキャンプ YouTuber って誰かいる？じゃあ名前をね、ズバリ言ってもらいたいですね。どなたですか？すみません、あの、ね、自分たちがやってるけどあんまり YouTube 詳しくないんです。あんまり詳しくない。そうなんです、見ない。誰だろう。いらし、なんか有名な方いらっしゃるんですかね。いるんじゃない。だからキャンプ系か。キャンプ系でね、ちょっと調べてみます。はい、うん、TMZSK さん、ベルト調整の機能いいですねと、うん、あ、いいですよね、うん、あの機能やっぱ ね、うん、ね、すごいですよね、はい、一発で、うん、で、あれいいのは、いいですか、追加で、はい、ビラビラしないんでいいんですよ。ビラビラしない、はい、ビラビラ、あー、あの、そうそうそう、あまりいいが、あの、そうそうそう、いいっすか、まあ、抑えるやつがついてる、ね、そう、ピラーンとなるじゃない、あー、まあ、そう、あれがないんで、いいですよ、うん、はい、これ、5いいねぐらい欲しいですよね。足りなかったですね、じゃあ、じゃあ次、じゃあ行きますか。そうそう、はい、はい、お願いします。ただいま45人。うわー、ありがとうございます。はい、OK です。はい、行きます。はい、スタートエンジン、レッツゴー。はい、今日はね、新作のチェアをご紹介します。グランドトランクのコンパス360スツール、こちらなんですが、こちらね、デザイン見るとこういう、あ、ピンとこないな、三脚も、あ、ボケてる、こういうね、よくある三脚チェアなんですが、はい、中身見てみるとこんな風にね、フレームと座面が別々になってる、結構今時仕様で、20秒、これね、足が畳まれてるんですよ。あ、そっちに、これね、初めて見たかもしれないです、珍しいですよね。お、時間が結構なくなってくる。で、まあ、ヘリノックスっぽいですね、こうね、うん、フレームをよいしょ差し込んで完成するタイプで、早い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 。でね、この下にこうネットありますけど、小物が大きくなってます。物入れである、うん、で、コンパスって名前なんですけど、これがね、回ります。スイベル、すごい、そう、羅針盤のように、これね、畳めるっていうのも珍しいですし、回転するっていうね、この辺はね、なかなか新しい三脚かなと思います。1、ね、軸ついてるってあんまないです。新規インターン、なるほど、シュこんな感じ、いいっすか、よく1分でやりましたね、うん、こういうことっすよ、さすがですね。でも大体早口でみんな聞こえてないかもしれない。それは心配ありますけど、うん、はい、この組み立てがね、結構肝かと思ったんだけど、スッとやった。見た目はね、こっち見るとよくあるやつじゃんって感じなんですけどね、うん、皆さん、札を上げてください。はい、あざす。いや、俺絶対無理だと思ったからさ。1分では、うん、組み立てもするし、説明もするし、さすがですね。さすがです。重量がね、気になるとこじゃないですか、はい、これね、1ポンドみたいな、1ポンドって書いてるんです、多分1ポンドってどんぐらいですか。多分450なんちゃらみたいなと思うんですけど、はいはい、なんかね、カタログ見ると全然違う数値になってて、ちょっと実測さっきしてみたんですけど、もう一回映んないか、これだとね。映んないけど、一応ね、収納パック、収納サック合わせて 606g、うん、本体はね、ちょっとね、これで実測いいのか分かんないけど、ちょっと適当に 518g。 これね、本体重量でだいたいヘリノックスのチェアワンがね、1キロぐらいなんで、うん、半分ぐらいの重量かなっていう感じですね、うんうんうん、なるほど、軽いですね。そうそう、あ、でね、ちょっと一応回ってみましょうか。そうそう、そんな感じか。そうですね、見切れますけど、ここでいいかな、うん、座面の高さは普通のなんかローチェアぐらいの感じですね。30センチぐらいの座面、うんうん、これくるっと回ると結構 ね、 いいですね、安定感いい、ね、なんかこう、ね、突っかかりないですね、スッと。手でやると、ね、ちょっと硬い感じするんですけど、人間乗っかるとね、つるっと回ります、うん、割と硬めな感じですけど、お値段はね、7700円、税込み で、 うん、でカラーはあとブラックとグリーンがあるんですけど、これ一応、あのレッドだけ入荷してます。これがね、ブランド
こっから先ちょっと金泉さん。ああ、行きますか。このブランド何ですか。これね、グランドトランクって、はい、トラベル系がね、ね、多いアメリカのブランド。ハンモックがメインって言われてますね。ああ、そうですか。のブランドだったんですけど、これ今年なんと、ご存知の方いるかもしれないですけど、A ライトっていうコンパクトチェアのね、すごい、はい、有名なメーカーがあったんですが、そこの、まあ、創業者、デザイナーを迎え入れて、A ライト by グランドトランクという形で、今年実は A ライト復活となって、すごい。そうなんですよね。あそこにちょっと1個、ね、お出しちゃう、出しちゃう、はい。もう出していいんでしたっけ。これ、はい。もう商品で、店に出てる。はい、出てます。売ってるんですけど、これ。これね、出しちゃうもん。はい、これもう買ったやつなんでいいです。てかもうすでにない。あ、買ったの。あります。あ、そっか、もう買ったのね、あなたね。はい、これメイフライチェアっていうね、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、これ A ライトバイクランドトランクと書いてありますが、ましたね、うん、なんかレビューがなんかレビューやってるみたいになってそうっすね。お、収納サック、そんなにちっちゃかったっけ、収納サックね。サックがなんか結構ね、タイトです。でもまあ純正なんだろう、うん、最初からそうなんだろうな。ちょっと俺の、ね、入れ方が下手なのかもしれない。あ、もうだビニールかぶってる、新品じゃないですか。はい、あ、もう全部出しましたよ。出した、はい、そっか、買っちゃったんだね。買っちゃいましたよ。あ、ちょっとご覧になってる方、欲しいっていう方いるかもしれないんですけど、これウェブ販売してないんですよね。うん、そうなんですよね。ウェブ販売ね、一般のお店できなくて。あ、そうなんですね。公式の、はい、オンラインストアでは売ってるんですが、うん、輸入元のアンプラージュっていう会社の公式ホームページでのみ、はい、うん、正規品販売されてます。でもそこでも結構もうね、品切れ秒でいったっぽいのね、表示になってたんで。いや、人気っぽいです。お店にはまだちょっとありそう。お店にはありますよ、ちょっと別の色が、うん、でもこの色がすごいんでしょ、はい、この色だと思うんですけどね。このホライズンっていうカラーだけ、その前の A ライト、旧 A ライト時代から、はい、まあ引き継がれた色というか、例のやつでしょ、の色なんですよ。ちょっとね、色合い変わってるんですよ。でもいろいろ変わってるんですが、コメント欲しいですね。分かってるよっていう、うん、これあれでしょう。そうですね、そうですね、はい、昨日SNS を、ね、見てたら、ゆるキャンっていうね、もう一度ね、漫画の、はい、公式のツイッターがですね、ちょっとプレゼントキャンペーンでね、この椅子をね、プレゼントっていうやってて、あ、分かってるなと。ね、ブランドが A ライトから、まあ、一応名前はね、このグランドトランクに移行して、うん、別物として扱われるのかと思ったけど、はい、ゆるキャンもこれを A ライトと認定したと。認定されてます。そっか。そのゆるキャンっていう漫画の中で、まあ、原作、まあ、漫画からそうだったんですけど、うん、主人公っていう使ってる椅子が、うん、まあ、この A ライトのメイフライっていうこのタイプだったんですよね。なのにその漫画が発刊されてる頃にもうすでに廃盤でなかったと。漫画が出てる頃はあったギリギリあったっぽいんですが、まあ、アニメ化とかでこう盛り上がってるタイミングはもうすでに、日本撤退した時期だったっぽくて、で火がついてから手に入らないってなってね、探された方も多かったと思うんですが、今回ね、このカラーはドンピシャそのものなんですよね。これそうなんですよ。アニメの最後の方でこの色出てたんですよ、はいはいはい、まさにこれ飛んでる。もういきなり買っちゃったと。うん、買っちゃいましたね。あ、座る座る、うん、こういうね、これあれですよね、YouTube 撮りましたよね、これね。撮りました。ちょっと今編集中なんですが、あ、すごい低い。あ、でも、うん、いいね。それ一番ローなんですよね。他にモナクと、ね、うん、マンティスってやつ2種類あるんですけど、はい、一番座面こう低いです。いやいや、30センチぐらいですね、うん、激レア君になるんでしょうね、これね。いやー、なるんじゃないですか。はい、そんな完全にこっち持ってきました、ね。まあ、A ライトも、はい、展開しているグランドトランクの、はい、チアなんですけど、まあ、こっちも、ね、YouTube 後で上げるんで、うん、ぜひとも、まあ、こっちも合わせてチェックしてください。これもいいです。はい、おっしゃ。いいですか。はい。はい、この休みの番だったんじゃないの。もう終わったんじゃないかな、もう。終わっていいですか。いや、もう一丁、もう一丁。いきます。コメント来ました。お、来ましたよ。コメント今、続々来ましたね。ありがとうございます。夏麺X さんかな、はい、そういうの弱いです。レア限定に弱い。あなんか初回、ね、なんかまた A ライトは再入荷が秋頃、はい、どうやらあるらしい。 あとね、はい、エイジさんから耐荷重は、あ、コンパススツールの方でいいですか。私のやったやつは、120って書いてあったり150って書いてあったりなんですけど、大体そんぐらいです。こっち
メイフライは110って言って、はい、あの公式では書いてありますちょっと資料が、ね、まとまってないというかね、まあ、まあまだね、うん、走り出した、まあ、一応100キロ超えてるみたいです、うん、ところなんですけど、そのぐらいだって大丈夫だろうと。ここに来て、鬼だな。 BGM が何周もしてしまうので行く、行きます。はい、Let's go。 はい、私ご紹介しますのはパタゴニアのですね、パタロハ、アロハですね、メンズラウパタロハシャツなんですけど、まあ、パタロハ、あのパタゴニアから出ていますアロハシャツのラインなんですが、実はこれ、まあ、今まだ夏なんですけど、商品展開としては秋冬の展開の中にこれ実は入っているんですよね。不思議な、はい、パタロハなんですよ。いつもはですねリミテッドって言って毎年別の柄がこうね出てたんですけど、最近ねコロナ以降それがなくなって、でこれが、まあ、どうやらそれに近そうな、まあ、その年のグラフィックみたいな感じなんじゃないかなと思ってます。これがあの40秒、テンセル素材っていうレーヨンみたいなちょっとテロッとした素材で、夏非常にあの着やすくて涼しい、なおかつ 100% リサイクル素材になったというところです。グラフィックは、噴火してるハワイの火山の様子ですね、が印象的に描かれているグラフィックになります。タイムアップです。シンキングタイム。これがまあ秋冬っていうのが一番意外でしたかね。ね、たまにパタゴニアその秋冬に夏の商品出たり、冬に春の商品出たりとかなんかね、いろいろあるんですけど。なるほど。こう着心地がまたこの気持ちいい、はい、テンセルの素材のやつでいいんですよ。結果発表です。テンセル、まあ、2種類あるんですけど。皆さん、座を上げてください。はい、おお、ちょっと迷いましたけど。迷いました。迷ったな。なんかまあね、あえてでも秋冬に出してくれるのはなんかすごくいいポイントかなと、うん、なんかね不思議ですけど、まあまだ8月なんで ね、秋冬残暑に来てくれる、ギリギリそう間に合うというね、まあそういうメッセージなのかもしれないですけども、うん、なんかお店ではあれですよね、バギーズショーツも秋冬から、そうバギーズショーツ今年秋冬のカラーが一色あって、ね、それがめちゃめちゃ可愛いからなんですよ。らしいんですよね、それね、すごい欲しいんですが、もう入ってきてる、入ってきたんですけど、瞬く間に売れたんですよ、全てなくなっちゃったんです。あれどんな感じの総柄なんです、なんか、うん、なんだっけね、なんか小動物みたいのがこう横乗りしてる柄みたいで、可愛い系だね。そうね、あれはあれもおすすめです、うん、はい、この秋冬のね、夏商品というかみんなおすすめなんですけど、まあね、これもすでにね、あの着てる人今日見ましたね。見ましたね。スタッフにもいましたね。いましたね。うん、まあ、着心地でも肌触りいいですね。うん、そうなんですよね。レーヨンだね。レーヨン系のね、うん。僕が持ってるパタロハはコットンなんですけど、はい、まあこっちの方がほんね、やっぱ好きですね。あのアロハシャツっぽい感じなんで。うんうんうん、あ、でもコットンもいいな。コットンもあります。コットンも。張り感がある、ああいうのもいいけどね。あれもこう抜けいいんですごいね、いいんです、うん、着心地いいんですけど、やっぱ発色違いますもんね、やっぱりコットン、ね、コットンだとこの感じの柄出ないでしょ、ね、うん、このテロッとした感じやっぱり出ないんで、うん、ね、なんかそのリミテッドエディションっていうその年の柄がなくなって久しかったんでちょっと寂しかったんですけど、まあこういう感じでね、うん、ちょっと名前がなんだろう変わりつつ出てくるのかなって、うん、なんか今後ねそういう感じになるのかなっていうのを、これよく見ないとなんか全く違う柄だなと思ったけど、これもあれなんだね。あ、そうなんですよ、はい、一応ね、色違いの色違いなんだね、はい、パターンになって全然印象がね、うん、違うんですけど、白ベースと黒ベースで、ね、コメントが可愛いって、可愛い、 ありがとうございます。可愛いですね、みっちゃんさんから、うん、これ肌の色がね、ちょっとこう焼けた人に似合いそうな気がする、うん、そうですね、出来上がった人に、うん、肌色でね、はい、
ありますよね、これ。焼けた人は帰ってきましたよ。ああ、言うと思いましたよ。お待たせしました。1カメくださはい。今、出来たてほやほやで、皆さんがさっき言ってた、はい、長岡店で印刷してきました、今。おお、来た。ちょっと広げますよ。お願いしますと。こんな感じで。おお。でかい。はい、ウエスト確定と。今回、うんうん、あの6メーターの横断幕、それもある、うん、あるあるんだ、あるですね。これじゃあ店内に貼られますんで、ぜひ。あ、横断幕、おー、来た、すごいすごいでかい。な、これ何メーター、何メーターの、多分ね、でかすぎて、でかすぎてこの広がらないんだけど、うん、すごい、あ、これ面白いですね。わ、すげえ。これウエストを前転に貼られますんで、もう全然伝わんないでしょ。すごい。伝わんないけど。すごい。これ、あ、すごい。生地しっかりしてる。はい。はい。これ見た方には、あ、あの日作られたやつだなと思って見ていただけると。これはすごい。もらっちゃいます。はい、お邪魔しました。はい、というわけで、横断幕ね。来ましたね。ポスターも届きました。ギリギリ間に合いましたね。うん、やっぱでかでかいといいね。うん、うん、見てみますか。お、あ、もう収まり、ね、見切れてるやんってコメントいただきましたけど、うん、でかいんすよこれ、もう見切れてますよこれは。いいねいいね。横向きでね。はい、ちょっと横になっちゃいますが。かわいいですね。うん。これじゃあ明日から店内に貼られるかな。はい、各店に貼られると思うんで、ぜひねチェックしてみてください。はい、あとあれですね、この辺QR ありますけど、あ、そうですね、ぜひぜひ。おお、実は今日あの新しいティザー動画、うん、ちょっとご紹介の動画も作りまして、まあ、この辺でインスタとツイッターで上がるかなと思いますので、うん、はい、まあ、その中にあの最新の、はい、まあ、ブースごとのね、うん、ブースの情報とか、うん、あの入ってまして、はい、であの出店メーカーさんからねメッセージとかももらったりしてますので、はい、その辺もぜひチェックしてみてください。その辺はもう随時また更新、そうですね、随時随時更新していきますので、はい、はい、ぜひチェックして、はい、はい、ですね、はい、はい、どうですかね。いや、いいんじゃないですか。いいですか。はい、あ、でも結構ね、そうですよ、結構結構だよ、うん、そうですね、うん、うん、じゃあ大丈夫ですか。じゃあお時間もよろしいで、はい、いいですか、はい、ですか、しくさんもいいですか。みんな帰ってるよ。じゃあ皆さん、こちらのもね、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。